金色クワガタ族は、昆虫甲甲虫目クワガタムシ科に属する分類群。この族は、金色クワガタ赤に属し、この赤には他に、虹色クワガタ族などがある。体長は、数センチメートルと小型。オーストラリアやニューギニア島などのオセアニアに分布する。名前に、金色とあるが、種類によっては個体ごとに金色のみならず赤、緑、青。 紫など様々な体色バリエーションがあり、標本の収集家だけでなく、飼育者にも人気がある。個体によって、ここまでの体色変化がある族は、クワガタムシカのみならず、昆虫全般を見渡しても、非常に珍しい。また、種類、死ゆを問わず、体に金属光沢を帯びる。最も多く見られる体色は、緑色を基調に金色を交えたような色調であり、 大型のオスは多くがこの色をしている。ついで、名前通りの金色一色のものや赤色が混じったものが見られ、青、紫などのものは比較的少なく愛好家の間では沈徴される。メスは赤色のものが多いが、メスというよりも小型のものに、緑、金よりも赤が発色しやすい傾向があるとされている。有個体の前足形節には線状の付属物がついているが、 あまり発達しない種もある。これで植物の茎に傷をつけ、出てきた汁を吸うとされている。寿命は半年以下程度で短い方である。成長のサイクルが短いことで知られる。時には負荷から数ヶ月で羽化することもある。災難は環境や栄養をきちんと管理すればさほど難しくないため、短期間で個体数を増やすことができる。温度管理ができると良い。 メス個体が水分を多く含む柔らかめの産卵剤に先行し、そこに自ら削った剤を詰めて産卵する場合が多いが発酵の進んだマットを容器に固く詰めたものにも産卵する。最大型種のパプアキン色クワ型のオ世用虫であれば、禁止瓶を餌として使うことにより5センチメートルほどの大型成虫に育てることもできるが、 どちらかというと体調よりも色に興味を持つ飼育者が多く、色の遺伝性について熱心に研究するものも多い。ハッシュが知られる。ラトレイユキンイロクワ型記載年は、オーストラリアンファネルディレクトリバイリブによる、ノーマンクレイターズロジカスでは1804年とする。A.B. ハン、ジョージアンド、ロジャーデキーザー、A. ガイドツースタックビートルズ・オブ・オーストラリア、ピアニッシモ、54号。 クレートンサウス、ビクトリア、オーストラリア、シロパブリッシング。ありがとうございます。